どうも、こんにちは。トミコです。さて いや、何笑ってるかって。何でもないです。はい、すいません。今日はですね、何をするかっつうとね、その前にだね、ちょっとね、このテーブル、ちょっと見てくださいよ。これ、これ、何？いつもと変わらない？そうね、変わんない。変わんないんだけど、5ミリほど高くなりました なんで高くなったかっていうとね、これね、あれなんですよ。編み物って皆さんどこでしますか？普段、普通ね、普通するとき、まあ、YouTube の動画を始める前にね、編み物をするときっていうのはね、テーブルとかこういう、なんていうの、デスクの上でやってなかったわけです。そう、こういうとこでやらなかった。どこでやってたかっつうと、ベッド、ベッドでやってたわけですよ。ほいでね、撮影を始めてだね、しばらくしてからね、あることに気がついた。なんか非常にね、編みづらいなと、テーブルの上ね。なんで編みづらいかって、いや、普通に編む分にはいいんだけど、撮影しようと思って編むと、こうやって肘ついたりするわけですよね。で、肘つくとね、肘が痛いわけよ、要は痛いの。でね、気がついたらね、肘がガサガサになってたっていう話で、これはまずいと、いい大人がね、肘ガサガサにしてたらね、ちょっと、みっともないぞっていう話で、どうにかならないかなと思って。で、これはね、もともとは普通のテーブルで、こうパッタンツーテーブルだもんで、前はね、ほら、とにかく何か敷かなきゃいけなかったから布敷いてたんだけど、あれなんですわ、これ前中がパッタンだから、ほら、ここの真ん中のね、筋のところにね、ちょっとほんのり隙間があったりとかして、毛糸がね、こう挟まったりする時があって、で、これはいかんなっつんで、まあ布を敷いてたんだけど、麻紐でなんか作ろうかなってことになると、ちょっと布だと都合悪いわけですよ。だからね、このほら、このシートね、これ本当はほら、キッチンのさ、扉とかにさ、こう、ぺったんと貼り付けりゃいいだけっちゅうやつですよ。で、それを買ってきて、まあこれ敷いたわけです。ところがどっこい肘が痛いって言うんで、そしたらね、うちの家人が、ヨガマット。はい。ヨガマット。ね。それを買い直すっていうね。買い直すって話をしてたわけですよ。で、そしたらだね、この、檻からの、なんだ、流行り病のせいでみんな家に引きこもってたもんだから、ヨガマットがね、バカに売れまして、入手困難になってしまったっていうわけですよ。で、それで、ずっと新しいのが買えなくて、で、ようやくこの前、数日前に、新しいのを買ってきたわけです。で、古いヨガマットがあるわけじゃないですか。で、クッションなわけですよね、要はね、ヨガマット。昨日、ジャキジャキ切って、敷きました。はい。敷いたら、なんと、素晴らしい。全然痛くない。肘が。全然痛くない。こうやってやって。まあ、へこむわけですよ、当然ね。へこむんだけど、で、物書いたりするときなんて別にほら、紙一枚で書くことそんなにないから、まあ、あったとしてもね、別に大したことないんで、なんでね、ちょっと引いたらね、非常に、こう、肘を立ててもね、こう、楽っちゅうね、そういう話です。はい。というわけで、机にクッション素材を引きました。すごいいいです。まあ、見えないけどね、何が変わったんだって、見た目何にも変わってないけどね、私的には変わりましたという話です。はい、ご報告一つ。はい大したことないけどね。はい、で、今日何やるか、ダンというわけで、朝日も出てきましたよ。これ、こっちの朝日もね、この前いつだか買ったやつで、ボロボロ出るやつでも、これ使いたいっていうのは、やっぱりこっちのやつをね、ちょっとオーダーしようかなと思って。いや、今日すごいな、手がちょっとあれだな、すごい荒れてるけど、まあいいや。ちょっと待ってください。いいよ、しょ、どこだ、これか。あ、すみません、揺れたね。はい、ちょっと、はい、そういうわけで、はい、すごいガサガサだったんで、ちょっと今オイル塗りました。で、今日は朝日も飲んでね、でね、大したもの作らないんで、今日は実は、というわけでね、ちょっとオイル別にまみれてもいいようなやつをもうね、作るんでね。で、これ朝日も使ってね、何するかって言ったら、この麻紐を買うときに一緒に買ってきたやつ。これはね、私ね、物はね、多分ね、ポリエステルっていうか、ナイロンか。で、これ使って、まあ、巻き上げていこうっていうね、話ですわ。こうやって何使う？何作るの？何作るか？何作るかっていうと、ね、ちょっと、
今まで使ってたこのトレイ、ちょっと見てください。このトレイね、これね、サボテン、いつものサボテン、ちょっと今いっぱい入れちゃってさ、閉まなくなっちゃって、ちょっとどうしようかってあの話で、こうやって針で刺して止めてんだけどさ、実はこうやって針で刺して閉めるっちゅうね、これなんつーの、まあいいや、また、まあ、これはいいとして、このこういうトレイを使ってたわけですよ。これ、あ、なんかもう針で出しっぱなしだけどね、このトレイ使ってたわけ、こう普通にね、これね。だけどちょっと丸だとね、やっぱりちょっと、いや、いいんですよこれ。いや本当はね、これね、キートレイ用にね、鍵を置くように作ったんだよね。でもそしたらなんかこっちで使おうと思って、なんかこっち持ってきちゃったんだけど、でこのトレイ、これ、ね、これままでこうやって使ってたわけ。だけどこれはこれでいいんだけど、やっぱりね、こうなんつうのかな、こう四角い長細いこういうトレイがいいなってちょっと思ったんで、それをちょっとね、ちょこちょこっと作ろうかなっていう話です。で今日は 何個かな、4、これ細いからね、4段でいいかな。でこれを、この長っぽいのを作ろうっていうね、あの無計画です、今日も。はい、無計画、何のありもありません。でそれで作っとこうっていう話ですわ。でどれぐらいのサイズかなって、大体、うん、大体これが入って、これが置けて、これが入って、こう縦な感じでこう入ったらいいなっていう感じなんで、まあ予定としては長さ20センチ、22センチぐらいかな。そうね、22センチぐらいの、トレイができたらいいなということでね。で、20センチだから、22センチか。22センチだから、ってことは、5センチずつ、5センチずつ、5センチで10センチ幅になるんだよね。そしたらね、10センチ幅。10センチ幅、あんまり幅いらないんだ。そうそうそう、10センチ幅だから、17から5引くと12、12センチぐらいの最初中心あれして、あとぐるーっと巻いてって、でこうちょっとだけね、縁をね上げようかなと思ってるんだけど、さあこれでうまくいくかどうかっていうことです。やっていこうかなと。で端っこどこっていう話、あったあったあった、端っこでね。今回はだから長方形に編んでいきたいわけです。これね、今日は4号。はい、これでいきます。で、これ4本使ってね、うまくできるかどうか知らないけど、やるだけやってみようっちゅうね。というわけでね、これをね、ちょっと編んでいきます。はい。で、最初、これを、おっと、これを、これ12センチ分5、6、7、編んでいくんだけど、8、9、これでね、一応12センチ、これ編んできました。これね、これちょっと、これをこれでこうやって編んでいきます。うまくいくかな。これをこう編んで、ね、まずこうやってちょっと止める感じで、こういう感じで。でね、今回はね、1本で普通に取ってます。普通に一番取りやすいところで。だから今回はね、これちょっとこんな感じで、ちょっと綺麗じゃねえな。ちょっと端っこは、ちょっと。一応24目かな、数えたら。一応24目あったけど。ね、あんまり関係ないからさ、これはさ。もうどんどん編んでいっちゃうから。で、なるべく、なんちゅうの、あんまり隙間ができないように編みたいんだよね、本当はね。だから本当は一目にさ、2つ入れちゃいたいぐらいなんだけど。そうそう、相当ね、細く編まないといけないから。どうなんだろうね、それでもいいかな。でもちょっとこれで、だってさ、ちょっと測んないとね、12センチだったんだよ、だって最初12センチ。でもどんどん短くなりそうだね。そうだな、2つ入れるのもいいけど、ってことはだね、これをもっと細いのにしなきゃ。あれ、6号で編んでた、4号だっつの。はい、すいません、4号です。はい、おかしいなと思ったんだよね。よし、あえてね、はい、こんな感じで、これで、ちょっと、じゃあね。それこれでね、端っこまでね、
でいこうと思います。はい、でここ端っこまで来ましたよ。で端っこまで来たんで、これねどうやって編むかっつうと、まずここ普通に最後だから一目これすでに入ってるわけで、ここにちょっと待って ねここにもう一回入れるでしょ。これ普通のあのほらあれと一緒よ、あのあれな感じと一緒、なんな感じよ、ね普通に底編むのと一緒なんだけど、ここに結構入れんだよね。3 4、ちょっと待って、これ一回こっち通して4でしょ。で5グイ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 5で6で、ちょっと待って、これで普通だったら1231123だからもう一個だよね。普通はこうなんつうの、すでに一周を最後ここを3つ入れるでしょ。3つ入れてそれで編んでいくけど、もう3つ入った状態の次の状態みたいな感じで編んでいくんで、ここに最後のここの端っこに7つ入れてあります。7つです。そして次こっちね編み進んでいきます。でこう取ってこうバッテンなの嫌だけど、嫌なんだけどなるべく綺麗に編みたいからね、これね結構大変結構大変かも。四角になるかな、端っこならないかもな、どうだろうな、ちょっとできるかもしれないね、挑戦するね、なるべく長方形になるように。本当にできるかどうかは別として、なるべく長方形になるように挑戦します。こうなるの嫌なんだよ、ねじれんのが。ねじれないように編みたい。どうこれで結構、でも真ん中穴開かない、ほら嫌だね。まあいっか、ギュッとギュッと、ちょっと楽しくなってきて、ようやく楽しくなってきて、これでね、こんな感じでちょっとギュ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 、ちょっとこれ多分ねそんなにね時間かかんないと思うな、今日は希望的観測はい、ここまで来ました。でね、ここどうするかってね、ちょっと忘れたわ、これ引っ張るの忘れてた。ちゅうことでね、本来はねこれをね、こうギリギリまでだから切っちゃうわ、しょうがないからね。こう来ていこうか、よし、これ引っ張るんですよ、引っ張ってあれなんだけど、ここまで持ってくんだけど切っちゃった、しょうがない、編んじゃったからねなのでこうして、でここが間違えた、ここが最後で、ここ最後の穴に一応入れてんだけど、1 2 3、これ見えてんじゃね3 4 4で5、ちょっと待って、もうちょっと締めよう、5よし、5で6個目、ちょっと待って、1 2 3 4 5、もう一個か、6で7だからね、でこれで全部入った、これで全部入った感じ。あー、それクロスしちゃった、ちょっと嫌だ嫌だ、クロスさせない、よし、これでいいね、これで全部入った感じ。
で、次。よし。ちょっと、グイグイと。もうちょっと広いか。1、2、3、4。今4つ入ってんね。4つ入ってんだから真ん中ぐらいに来てないとね。広げて、はい。4、5。こんな感じで、こう端っこグッグッと、ちょっともうちょっと次の段の上までかぶせる感じで、こういう感じかな。グッとグッとで、こっちを持ってきて、なるべくきれいにきれいに、で次の段に上げてく。この辺がね、ちょっと難しいよね。もう一回、はい。ね、本来ね、ここね、もうちょっと、もうちょっと引っ張りたいけど、あ、ここ外れちゃったんだ。だからだ。これ外れちゃっちゃいかんのですよ。で、最初のところに入れる。入れて、1、ここが1個目。で、2個目。こんな感じかな。1、2、3、4、5、6、7。はい、5人です。こんな感じ。こんな感じでカーブのところはやってまいりました。四角になるんかいなんだけど。四角にしたいんだけど。調整なんだけど、これ一応。ね、丸くするのしか見たことないんで。四角になるかなっていうね。無理があるかな。まあ、ならなかったら丸でもいいんだけどね。けどさ、なんかさ、これ見ててさ、あれだよね。エビとかムカデとかのなんか昆虫系とか、そういう甲殻類系のなんかあのね、シャコとかそういうちょっとキモい感じもしないでもないんだけど、これで私が思い描くようなものが本当にできるのかどうかちょっと微妙なんだけど、でもちょっとやりたくなったからやるわって感じで、なんでも挑戦ですから、はい、挑戦挑戦挑戦大事ね。これ丸になっちゃうかな。でもやっぱりね、四角はもういいかな。いやでもね、今度ね、あれですよ、オーダーするのにね、あの銃とね頼むんだけど、あれですよ、太いのもねあったからね、太いのも買いますよ。とりあえずね、どのぐらいの太さが自分がこうやって編むのにちょうどいいか、欲しいサイズがね、どうなんだろうと思ってちょっと頼んでみるけど、それでまたすぐにそれよりも細いやつとか太いやつとか頼もうかなと思ってんだけどね。うん、楽しみだわ。太いの頼むよ。そしたらね、作りたいものあるからね。うん。どうよ。こんな感じでね、今、ここまで編んできたけど、四角になるのかどうか。ちょっとね、試してみるわ。四角でしょ、だって。四角。徐々に四角になっていけばいいって感じ？ね、急に四角にはならないだろうか。で、果たして四角ができるのかどうか。はい、どうも、っすね。一晩空きました。はい。別に一晩中やってたわけじゃありません。はい。まあ、昨日のうちにね、ここまで進めてね。で、いい感じで、四角い感じになってきました。はい。こう本来ね、こう丸でいくところをね、普通の、四角の、底をね、長方形の底を編むのと同じように、まあ、こうやって、なんだ、巻いて編んできたわけですが、ね、ここまでね、こうやってね、四角にするのはね、はっきり言ってね、根性です。はい。根性です。じゃないとね、気抜くとね、あれだから、楕円形になっちゃうから、俺。うん、はっきり言って。うん。
でもやり方は長方形のやり方でやった。うん、頑張って。うん、根性で。はい、根性です。というわけでですね、ここまで来たんでね、もうこの辺からちょっとね、サイズ的にはね、こんな感じですよ。これね、ここを置いて、で、こう、ハサミとかね、こう、置く感じ。まっすぐ置くようになるのはちょっとやっぱ長いかな。ちゅうかね、幅がどんどん広がっていっちゃうから、しょうがないね。これやり直す気になれないんで、これさすがにね。なので、まあ、こうやって入ればいいかなっていう感じ。うん。飛び出ないからいいかな、みたいな。うん。うん、適当です。適当。はい。はい、適当一番。はい。というわけで、はい。こっからね、編んでいきますよ。最後の方です。はい。でね、そうそうそう。あ、そうだ。今日はね、あるんだ。これ。おやつ。おやつ。はい。いつものフランボワーズと、いちごです。いちご。おっと、いちご。ね。これ、いちごらしいいちご。これね、やっぱね、これ、後で食べるけどね。これ、やっぱね、家でね、できたいちごはね、美味しいね。うん。買うのより全然美味しいから。本当に。そう。さあ、じゃあ始めようか。でも今日ね、実は私今日非常に不安定でございまして、不安定っていうのはですね、ちょっとクッションをいやいや、テーブルのクッションは、ね、の話は昨日したよ、うん、そうじゃなくて、今度私のクッションでございます。お尻にの下に敷くやつね、クッションを、買ってもらいまして、で それがまた不安定って、どういうことどういうことって、これね、エアクッション、うん、エアクッション中に空気入ってて、でこれちょっと最近なんかこっちで流行ってるらしいんだけどさ、ちょっと揺れてるけど、何なんだっけ、空気が入ってて、でうまいこと座んないとこう不安定で、こうちゃんと座れないみたいなやつで、でね、これ正しい位置に座ると、背中の腰のあたりの筋肉がこう鍛えられるっていうやつですわ、うん、本当に鍛えられるかどうかは分かりません、はい、でも一応ね、これ座ってやってるとね、1時間ぐらいしてくるとね、これ腰のあたりがね、なんとなくこう、あ、なんか筋肉使ってんなみたいな感じの、なんつうの、筋肉使ってる感が出てくるのね、うん、だから長時間座ってると結構疲れてくる、うん、疲れるっていうのは背中が痛いとかさ、腰が痛いとかそういうことじゃなくて、あ、なんか筋肉使ってますみたいなね、筋肉って、だってこうやってさ、手もそうだけど、こうやってやってると疲れてくるでしょ、あんな感じ、うん、そうそうそう、ちょっとこれ座ってね、腰の筋肉を鍛えることにしました、はい長時間座ってるわけだから、こうちょっともったいないじゃん、そんな 座るだけで筋肉使えるんだって、使った方がいいかなみたいな、なので、はい、そんな感じです。はい、クッション、はい、大した話じゃありません。はい、じゃあ続けます。で、あ、ちなみにこれ5号に変わってます、はい、理由はですね、こうちょっとこう最初は4号でよかったんだけど、どんどんね、こう回ってきたら若干ちょっと酔ってきたなみたいな、こうちょなんつうの、こうよれてきたから、ここの幅をちょっと出すために、うん、これがほらキューとなっちゃうと、どん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 こうなんつうのかな、こう変形してきちゃうから、でここはもうちょっとある程度わざとこうなんつうの、上に持ち上げる感じ、ここはまだ全然増やしてるところなんだけど、まあどうせ次上がっていくしっていうことで、まあ少しぐらいこう来てもいいかなっていう感じでね、うん、なので今午後で編んでます。なのでここからは増し目なしでそのままこう立ち上げていく感じね。これ本当に普通に長方形編むのと同じようにさ編んできたんだけどさ、うん、ただね、そうだね、コツとしてはね、これちょっと説明しようか一応、うん、とコツとしてはね、ここはねギュッと編んで、こうなんていうの、潰す感じで編んで、で角っこはちょっとゆったり編む感じで、ここはあんまり潰すとこうへこんじゃうから、こう長いからね、だからちょっとほんのりゆったりめだけど、キツキツに編まない、だけどゆるゆるじゃないみたいな普通な感じで、角はゆるめで、ここはギュッと編む感じ、ここ潰す、本当にここをグッと潰す感じでこう編むっていう、そうすると、まあ、なんとなくこういう感じで四角っぽくなるかなっていうね、感じでございます。はい。そう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 。で、ね、ついでにね、自分の中でこう、なんていうのかな、自分の中でこう、自分をこう、戒める、違うな、戒めるじゃない、なんていうのかな、こう、鍛えよう、鍛えようっていうね、鍛える、うん、ちょっと違うかな。でも、最近ちょっとね、さすがにね、やっぱりね、なんかね、ちょっとね、太ってきた感が、自分の中でしてきて、でその太ってきた理由っていうのがね、ちょっといろいろこう分析してみたわけですよ、自分でね。で食べるものは変わらない、ただ運動量は確かに減ってる、運動量は減りました、働いてる時に比べて、はい、減りました、動かないからね。だけどまあ働いてる時は結構立ち仕事だったからね。だけどこのなんていうのかな、運動不足の体に加え、ずっと家にいるから、ラフな格好してるわけですよ、うん、ラフな格好、うん、
つまりいつもは普段はね、こうなんていうのかな、あの仕事してる時もこうなんていうのかな、あの立ってなきゃいけないし、で通勤の時とかなんかジーンズとかね履いてたんだけど、家でいる時はねラフな格好してるから、だらしない格好とは言いません、だらしない格好とは言いません。だけどまあ楽な格好してるわけですよ。もっとねやっぱりね、その楽な格好に体が合ってきちゃうんだよね。だから体も楽な形になってっちゃうわけですよ。楽な形ってどういうことだ。まあつまりですね、洋服のねこうゆったり感にこう体のサイズが合ってきちゃうわけ。だからねちょっとねこの椅子に座る、椅子じゃないや、クッションに座るためにもね、ちょっと久々に、ジーンズを履いたわけですよ。うん。まあ、実は昨日から履いてんだけど。で、ジーンズをね、久々に履いたわけ。そしたらだね、きついんだ。あれ？おかしいな。きついな。で、まあ、きつくなるのもわからなくもない。確かに太った感もあったし、しかもこれ買ったの、去年日本に帰った時に買ったんだけどさ、某、アメリカのメーカーのねジーンズを買ったわけですよ。日本でその買った時もすでに結構なんていうのかな、パッツパツとは言わないけど、まあ、ぴったしだねっていう感じで、でもその時ひそかに確かに思ってた、これ太ったらやばいなって、ちょっとひそかに思ってた。で太った、うん、はっきり言って太った。履いてみた。そしたらね、なんていうのかな、こうお尻をさこうくにゃ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 ってやらないと入んない。入んなくって、でウエストもボタンがあれやばい、ちょっと閉まる閉まらない、ああギリギリ閉まった、でもなんていうのかな、こうまっすぐ正しい姿勢にしてないと苦しいみたいな、そんな感じになりまして、で思ったね、やっぱりこうジーンズ毎日履かないとね、なんていうのかな、体っていうのはやっぱりこういつも普段着ているものの形に合ってっちゃうから、でこれジーンズ履いてたらまあそこそこ意識するからね、ほらジーンズが当たったりするでしょ、こう例えばちょっときついところに、そうするとそういうとこ意識するから痩せるんじゃないのそれでって、ちょっと気の持ちようって感じでね、うん、そうそうそう、でそれで昨日からジーンズ履いてるの、うん、履いてんだけどね、これがね驚いたね昨日、うん、まあそれはね前にもよくあったことだから大したことない、トイレ行くじゃん、ジーンズを下げるじゃん、パンツも一緒に下がるっていう。なんてこと言ってんだ私は。だけど、そういうのってあるわけですよ。やっぱりこうきついジーンズ履いてるとね、なんかこれいかんなとちょっと思ったりするわけ。例えばね、どっかで着替えるようなね、ことがある場合にはこれ履いてったらパンツまで。さらにね、その時に脱いだ時にちょっとびっくりしたわけですよ。びっくりしたわけ。こんな初めて見たと思ってびっくりした。っていうのは、今まで普通にジーンズ履いてジーンズ脱いでも気にも留めたことない、つまりそんなものは今まで見たことなかったんだと思うのね、うん、でも脱いでびっくりした。こうさ、ジーンズポケットあるでしょ、ポケットのだから裏に布があるわけじゃん、結局中側にね布がうっすらとあるわけでしょ、薄い布が、それがね、その跡がね、ももについてたんだね。うん。見たことないよ、そんなの、10回。うん、びっくりした。うん。あ、こんなことあるんだと思って。それほどパッツパツってわけです。はい。ってなわけですね。痩せることにしました。はい。私ね、生きてきてね、ダイエットって今までね、一度もね、したことなくて、しようと思ったこともなくて、まあ、ちょっと、太ってきたなーって思ったら、ちょっと食事制限をすればすぐに落ちたわけですよ。ね。ところがどっこい、やっぱりこのお年頃になってくると、なかなかそれもね、なんか落ちない、思うようにね、以前のようにはね。うん、そんな感じがしてきたので、ダイエットっていうほどではないけれども、まあ食事制限をちょっとしながら、着るものに気をつけて、意識をするようにして、ちょっと痩せようかなみたいな、うん、あわよくば痩せようみたいな。なのでちょうどこのエアクッションね、エアクッションと同時にこうジーンズを履くことで、つうかね、正しい姿勢をねそれで保とうって話だけど、なのでだらしない格好してると苦しいです。はい。なので、気合い入れてちょっと体型をほんのり、元に戻そうかな、どこまで戻るか知らないけど。っていうのは私、あれですか、20代に買ったジーンズとかズボンとか、いまだに履いてますからね。履けるんですよ、実は。履けんの、本当に。だからね、それがね、履けなくなるのがやっぱりね、嫌でね、うん、とりあえず、かろうじてまだ履けるっていう感じなんだけど、うん、それが履けなくなると、ちょっと悲しいので、
あ、終わったかなっていう感じになっちゃうから、まあ、そうならないよね。あれですわ、体型をねちょっとキープしようかな、なんとか、頑張って。なので、おやつはこれからは食べませんなんて言いません。食べますよ、食べます、食べます。おやつはね、食べたいものは食べますよ。食事制限って言ってもね、あれ食べない、これ食べないっていうのは私はやりませんから。量を減らすね、だって人生の時間には限りがあるからね。私的にはね、やっぱりね、こう楽しくね、人生楽しむために生きてるんだからさって思ったら、やっぱりね、食べたいものを制限するっていうのはね、良くないよねと思って、食べたいものは食べる、だけど量を減らす、それでいいんじゃないかなって、そう。どうよ、どんな感じ、こう立ち上がってきたね、ちゃんとね、これで1段ぐらいでいいかなと思って。だからここまで、どこまでだ、この辺まで来たらもう おしまいなんだけど、最後にちょっと縁をね、どうしようかなってちょっとね、今ね考えてる。このままの縁だとちょっとね、ちょっとなんかちょっとあれかなと思って、やりっぱなしみたいな感じで、なんかちょっと寂しいかなみたいなね、で今回はね、だからちょっとほら物も小さいしね、ちょっとどうやったら歪まないかっていうあのコメント欄でね、お問い合わせがあったんだけれども、今回はちょっとこれはあれだからさ、ほらちょっとちっちゃめだからね、物がね、ちょっとぐらい歪んでも分かんないようなものなんで、次回またこれちょっと大物をこれで編む時にちょっとね、その辺ね、どうやったら歪まないかっていうのね、いや歪むのはね、ある程度しょうがないんでね、どうやってなるべく歪まないようにやるかっていうね、お問い合わせがあったので、ちょっとね、それは次回に持ち越しっていうことで。でね、そう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 、今朝ね頼んだよ、オーダーしたよ。結局麻紐とジュートの糸と、だから紐と頼んで、どんな感じのものが来るかちょっと楽しみなんだけど、全部いつ届くかな、バラバラ来るみたいだから、一個一個まとめてこないらしいからさ、バラ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 、明日から何日間か連続でちょっとバラバラ来るらしいから、こんな感じでやっとここまで来ましたよ。一周編んできて、はい、そろそろ終了なんだけど、そろそろ終了だから、これ切り始めないといけないから、ここで終わりにしようかな。ちょっと待ってね、この辺で終わりにしたいから、そうだね、ちょっともうちょっと戻ろうか、ちょっと戻ってこの辺からちょっと外していく。いやちょっと待って、いや随分えらいチャカチャカ戻しちゃったけど、ほどいちゃったけど、ちょっと待ってね、やっぱりはもうここまで、途中まで、真ん中ぐらいまで、このとここの、今回はあれじゃないの、だから動画的には結構サクサクいった感じじゃない、結構ね、そんな感じ、いいね、たまにはたまにはいいんじゃない、まあ途中すっ飛ばしてくからあれだけど。いやーでもね、まあそこそこやっぱり結構そこそこなの、結構なの、どっちなの、そこそこ気を使うよね、この編み方ってね、やっぱりなるべく、なんていうのかな、感覚が同じになるようにとかさ、なるべくこう歪まないようにとかさ、ちょっとやっぱり気使うかなっていうのはあるけどね。あ、半分までつったの、ここまでなっちゃった、いいか、じゃあね、この辺でちょっと一本さようなら、一本さようならします。はい。ね。これで、最終的に、こう、ちょっとずつ減らして、で、一本にしていくっていうね、感じですからね、これね。こんな感じで。で、あ、ちょっとさ、ちょっとびっくりしたんだけど、今日ニュースで。私知らなかったからさ、全然。っていうのはね、ここ1ヶ月ちょっとね、自分的にね、いろいろやっててね、ニュースチェックあんまりしてなかったわけ。ニュースチェックあんまりしてなくて、で、今日、ニュース見てちょっとびっくりしたわけ。いや、安倍さんの退任はね、あれは、辞任表明は、あれは、たまたま見たけどさ、まあ、それはいいとして。豊島園が閉園って、え？みたいな。豊島園閉まっちゃうんだ、と。ちょっとびっくりしたわ。豊島園閉まっちゃうんだ、あれ。ね。で、何？ハリーポッターのなんか作るとかって書いてあったけど、ハリーポッターね、まあいいけどさ、豊島園閉まっちゃうの？と思ってさ、子供の時にね、
行ったことありますよ、豊島園。何回か。お化け屋敷行った。 それしか覚えてない。 それしか覚えてないけど、他に何があったっけ。いろいろあったよね。でもなんかこう、なんつうの、なんつだっけ、バイキングってあるじゃん、こういう。豊島園にもあったけどさ、ああいうのは私ダメでさ、大嫌いだからさ、乗らなかったけど、ジェットコースターとかは乗るけど、バイキングとか、ああいう揺れる系はダメなんだよね、私ね。酔うから。いや、でも、豊島園懐かしいな。遠い記憶なんだけどね、親戚同士でね、あれだね、豊島園の花火大会見に行ったね。はい、最後の一本切ります。白切らないようにしないとね。よし。さあ、これで朝日もさようなら。と言われて。で、そう、覚えてんの、5歳ぐらいの時かな、多分そのぐらいだったと思うけど、親戚一同みたいな感じで、あれよ、ここね、ここまで来たらね、あとはこう引き抜きでこうフェードアウトする感じなんだけど、どうするか、縁をどうするかね。まあその前に豊島園の話だ。豊島園の花火大会、5歳ぐらいだったかな、行って、でこうシート引いて、こうみんなで座ってね、こうやってわーって眺めて見てて。でも私は子供だったからね、まだちっちゃかったからね。で、夜じゃん、やっぱり。で、それで、こうやって座って見てたんじゃなくて、私はまず寝て見てたね、なんかね。記憶にあるけど。寝て見てた。寝て、それでも見えてたから、結構だから近くで上がって、そう、で、子供にしてみちゃ、してみたら、そうやって寝ても見れてたっていうぐらいだから、まあ近くで上がってたんだろうね、あれね。そんな感じでね、そういう記憶がね、あるんだよね。でもあんまり実はそれ以外の記憶ってなくて覚えてないんだけど、でもそんな感じで、私の記憶に残ってます。豊島園、ありがとう、さようなら、豊島エンドって書いてあったね。 うまく作ったもんだ。 で、じゃあね、これ縁をどうしようかっちゅう話ですよ。でね、ちょっと思った。最初はそう。んで、ごめんね、話がいちあちこち飛んでね。こっちがね、だから入れる方、こうやって入れる方にします。当然ながらね。こっちが裏だけど、こうする必要ないからね、別にね。ね、だって、こっちが見えてたって、あれだもんね。綺麗の方も見えてた方がいいから、こっち。いや、別にね、私、裏も別にいいとは思うんだ、これ。結構、見た目、嫌いじゃないのよ。今度やろうかなと思ってんだけど、あえて裏側を表にするっていうやつをね。でもこっちを裏として編んでて、こっちをそこにするつもりだったから、こうやって置くつもりだったから、で、縁をどうしようかなと思ったわけ。思った。で、これだけじゃちょっと寂しいじゃない？なので、これをね、引き抜き編みをします。引き抜き編みをするんだけど、こっち側に引き抜き編みをしてもね、こう内側にくるくる回っちゃうだけでしょ？というわけで、ひっくり返します。これ、どっちかな？こうしよう。こっちでいいや。これひっくり返す。で、こっち側に引き抜き編みをしていこうかなっていうね。したことないんだけど、そんなこと。ちょっと思いついたんだ。どんな感じになるのかなって。こっち側を引き抜き編みしたら、こっち側にもなんつうの？ちょっと縁っぽくなって、なんか、あれかなって。縁がちょっと厚くなるかなって思ったんで、ちょっとこんな感じで。縁をね、一周引き抜き編みをしようかなって。どうよ、ね、見た目もほら、縁がちょっと厚みが出ていいんじゃない？と思って、何でもお試しね。最初はなんかバックコマ編みとか考えたんだけど、でもこの素材でバックコマ編みしてもなんかボコボコしちゃってかっこ悪いかなと思って。ね、毛糸だったらね、いい感じになるけどさ、まあ、これもほら、バックコマ編み、おっと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 、おやつが。これもさ、ほら、バックコマ編みしてんだけど、結構さ、ボコボコしちゃってるからね。で、それを考えたら、バックコマ編みよりも、引き抜き編みをこっち側にしていくってのはどうかなって。ほら、見て、どう？どう？ちょっといい感じじゃない？と思って、ちょっとやります。いやー、豊島園閉まるのか。相当古いよね、豊島園ね。90何年の歴史に幕みたいなこと書いてあった気がしたけど。豊島園のプールって行ったことあったかな？
豊島園だっけ、あの7つのプールとかっつってやってたの、子供の時コマーシャルね、豊島園だった気がするけど、あ、はい、ここまで来たんですけどね、針をね、ちょっとね、ここ今まで5で編んでたんだけど、その裏のね、その7で今ね編んでますっていうのは、この頭がやっぱりこう引き抜き編みしてると、こうどんどんあのなんつうかちっちゃくなっちゃうから、キューってなってきちゃうね、やっぱりね。なのでちょっと7に切り替えました。はい、そしたらなんかちょっといい感じにこうゆったりした感じでちょうどいい感じになったんで、やっぱりこのね、この幅っつうのがさ、この一目一目のなんつうの大きさっていうのが結構このこれの編み方だと重要になってくるんで、そこはねやっぱり調節しながら、この針の大きさ変えたりしながらちょっと編まないと、ちょっとやっぱりね変形が激しくなっちゃうかなっていう感じはあるかな。なので今7号で編んでます。でちょっとね、ちょっと見てよ、ほらね、いい感じじゃない、これちょっとね、ね、これいい感じだと私は思うんだけど、これわざわざ立ち上げなくてもよかった気もしないでもないね。これ一段編まないでこれをもうガーッとこう編んじゃってもよかった気もしないでもないね、これね。うん、まあいいか、もうやっちゃったから戻らないよ、今日は今日は戻りません。というわけで、はい、これをね続けていきます。ねえ、ちょっとあれだったらね、もう一個編みはいい。だってさ、この白いのもう一個あんだもん。もう一個あるしさ、この麻紐だってまだまだ終わんないからさ。さあ、フランスはあれですよ。日本はまだまだ暑いっすか。なんか台風来てるとかっちゅう話だけど、台風はどうなった？フランスはですね、朝夕涼しくなって、涼しいってとこじゃないね。寒くなってまいりました。すでに。すでに寒いんすけど。私はね。昼間はね、結構ね、そんなにうんと寒いってほどじゃないんだけど、朝夕がね、ちょっと寒いわ。ちょうどいい人が多分ほとんどだと思うけど、私的にはもう寒いです。やばいです。ほんと、足が冷える。どうしよう。青竹文一生懸命頑張んないと。いや、ほんと寒いの、私。どうしよう。いやー、でもね、ほんと、夏、もう終わりだよね、ほんとにね、フランスは。もうほんと8月の終わりか。だってひどい時なんて8月の後半だよ。あの中半ば過ぎて、もう8月の20日ぐらいからさ、気温20度と、昼間の気温20度とかになっちゃう時あって、寒い年はね、本当に夏の8月の後半でもう20度切っちゃうみたいな、ひどいとそういう時もあるからね。本当に夏がダメダメだともう悲惨だね。だって夏短いし冬長いし、ほんと冬長いんだもん。また冬が来るのか、やだな。まあ冬は冬で楽しいこともねあるから、しょうがないね。季節は巡るだからしょうがないんだけどさ。いやでもほんと今年は、今年っていうかこの1年中かね、何やってたんだろうっていうぐらい、ほんともう、で私さ、去年だから9月に仕事を辞めて、9月の終わりに仕事を辞めて、10月からプラ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 してたわけじゃないけど、でも10月に日本に帰って1ヶ月半ぐらい帰ってたのかな。11月の終わりに帰ってきて、だからもうすぐ12月でしょ。で12月なんてとっとと過ぎるからね、師走だからね。うん、でまあフランスにはその師走の概念はないけどさ。でもやっぱり年末だからさ、まあいろいろバタバタするんだよね。こっちもほらクリスマスとかさ、いろいろあるからさ、浮き足立っちゃってみんなさ。でそれでなんだかんだで12月が終わり、お正月が来るでしょ。で1月入ってすぐですわ。だからね、例の流行り病の話が始まり、アジアがやばいねなんて言いながら、私はほらやっぱり日本人だからアジアのニュースチェックするでしょ。でそれで心配してて、フランスに来たらやばいななんてね思いながら、それとそれがフランスに到達ね、たらあれよあれよっちゅう間に広がり、そして、外出禁止になったのが3月の半ばね。だからもうなんだろうな、その間結局何もできなかったっていうか、いろいろ予定してたことも全部潰れちゃったし、その3月の時点でね、もうダメだって話になっちゃったでしょ。
それから何にもしてないみたいなもんっていうかさ、本当に。で、もう家に閉じこもってるだけで、すっかり引きこもり生活。いや、もともとそうだけどさ。で、まあ、引きこもり生活は私、全然、OK な人なんで、できる人なんで、まあ、それはそれでいいんだけど、でも、そんなこんなで気がついたらさ、もう1年経っちゃうわけよ。仕事辞めてから。ちょっと早すぎないと思う。びっくりだわ、本当。もう9月。みたいな。もう1年経っちゃうの？はい、いや。1年があっという間、何もしないで1年があっという間に過ぎてしまったっていう感覚。まあ、おかげで YouTube やってるんだけどね。本当に。まあ、でも一応ね、学校もこっち今日から始まって子供たちね、学校に戻ってったから、学校一応開いてるから、まあ、全面的にストップっていう時期はもう終わったかなって、昨日まででね。結局ほら、外出禁止からそのまま夏休みのバカンスまで入ってきちゃったからね。はい、来ましたよ。喋ってたら来たよ、ここまで。喋ってたら来たよ、ここまで。はい、できました。どうすか、これ。どうすか、こんな感じで。いやいや、ちょっと糸処理しろって、先に。先に糸処理をしてから、なんだかんだ言ったまえ。はい。ね。で、これで、移さないと、糸処理、たまには。あ、やだ、抜けちゃった。もう一個小さいとでもよかったかな。いいか。で、ここに戻して。で、今回はね、あれだよね。気をつけてやらないと見えちゃうからね。これをちょっと、こっち側に持っていこうかな。こっちにもう一回持ってって、で、あ、でもここに、この根元のとこに入れといたら目立たなそうだから、ちょっとほんのり巻きながら、何箇所か巻き入れながら、こっちがいいか。こう入れて、で、またこっちに通して、なんとなくね、適当。こんな感じでいいかな。ね。こんな感じで。こんな感じで。はい。できました。これで、ほら、今回は、ちょっと見てください。こんな感じになりました。ここの縁のところ。外側を、こう引き抜いたら、ちょっとここに厚みができていい感じになりました。ね、こんな感じだったらね、ちょっと大火投げだった、何にもね、やりっぱなしじゃない感じでいいんじゃない、これ。ちょっと縁がね、厚みができて、どこでもいいんじゃないの、ちょっと。よし、じゃあこのつかさ、これをさ減らせばいいんだけどね、こうやって。よし、いつも乗るように、いつものようにしとくか。これね、2個。2個。2色。3色をね、2個ずつぐらいで。ね、このぐらいの量がちょうどいい。そして、ブスブス刺して、針で止める方式で。はい。ね、こんな感じ。で、ほら、こんな感じ。やはり片付けろって話だよね。はい。すいません。はい。これで、こんな感じ。どうすか？どう？できました。はい、どうすか、こんな感じで。はい、完成です。ね、というわけでね、今日はね、こんな感じでね、小物をちょっとね、作ってみましたよ。たまにはね、こういうちっちゃいものを作らないとね。ちょっとこのぐさぐさ刺しておいてね。サボテン結構気に入ってんだけどね、実はね。気に入ってんだけどさ、ちょっと中に入れすぎだよね。もうちょっと深めに作りゃよかったかなと思ってね。というわけでね、今回はね、こうやって、小物をね、あっさりと、シンプルに、サクッと作ってみました。たまにはこういうのもいいかなっていう感じですね。はい。なのでね、今回も、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。次回は、また何作るかわかりませんが、よろしくお願いしますっていうことで、じゃあ今回はね、これまでっていうことで、はい。じゃあ。
さよなら。